山口翼で月刊二人眠るピリオドという作品を書かせていただいております。自分が芸大とか行ってたので自分がよく知ってる分野のものを書こうと思って、実体験はベースにはありますけど、でも取材して書いてるって感じですかね。日本だと若い時期をこう青いみたいな表現するじゃないですかっていうところと、ピカソの青の時代っていうあの時期の作品群があるんですけど、こう、まあ、若いし美術といえばピカソみたいなところがあると思っていたので、ここから来てる感じですよね。仕事にしようと思ったのはそれこそ大学入ってからで、卒業制作書いた作品をいろんな出版社に投げて、結果的にアフタヌーンしか撮ってくれなかったっていう感じで、一番好きな雑誌だったら嬉しいですね。漫画の中で描かれる絵のうまいやつって他は全部ダメだけど絵だけはできる天才くんみたいなイメージがあって、それの逆を描きたいなと思って、美術やってる人のイメージから一般的にちょっと遠そうな今風のチャラそうな男の子感じにしたって感じですかね。でも完全に一人にはしないようにしてて、大体 2,3 人混ぜているって感じですね。受験の時にクロッキーって言ってサササって書く練習を自主的にすごいやってたんですけど、まあ、それのおかげで多分多少人物書くの早くなったかなとか、2ヶ月3ヶ月でちっちゃい記帳みたいなやつを表裏使って5、6冊ぐらいは使ってたかな。テレビ見てるお父さん書いたり、授業中に書いたり、めちゃめちゃ早かったり、ちょっと2日とか、長いと1週間から10日とか、作画するのが大体1日10ページ弱ぐらい、例えば30ページだったら4日とかで点入れしてみたいな感じ、大体2週間とかそれぐらいですかね。ピカソの話とかがっつり調べなきゃいけなかったりとか時間かかりますね。そこ知っとかないと書けないみたいな。キャラクターと性格が近めの人間から作品を借りるようにしてるっていう感じのイメージで、まあ、あの偏見で、独断と偏見でですけど、そういう感じでお借りできないかみたいな感じで相談させていただくことが多いっていう感じですね。絵の癖とかって自分の癖が出ちゃうので、あんまりこう自分が真似して描いても意味ないなと思ったので借りてるって感じですかね。取材して作品の資料をたくさんお借りして、その中から選ぶこともありますし、一個のモチーフのものをみんなで描くみたいなシーンの時とかってどうしようもないので実際家に来てもらって描いてもらったりとかもしてましたね。結構人の言葉めっちゃ気にする癖あるんだなみたいなことに気づいたっていう感じ。主人公の先輩が作業は多くていいんだよみたいなセリフがあるんですけど、中学生ぐらいの時にお絵描き教室の先生に言われたことなんとなく覚えてて使ったっていう感じですね。なんか意外と描いてて自分ってこういうものが得意だろうとか、求められてるものはこういうものかなとか勝手に決めちゃってたなみたいなところを幅を広げてくれたりだとか、すごい丁寧な理由を教えてくださるので、ああなるほどねみたいな、なんかあそういう考え方があるんだなみたいな感じで書けるので、すごい勉強になりますし、漫画に対する信用はすごい厚いです。日本の美大受験漫画っていうか、もう超極端のね、超ニッチなジャンルなので、もしかしたらそういう文化を持ってる国とかの人は楽しんでもらえるかもしれないなと思ってたんで、アメリカ北部とかは全然予想してなかったですね。